こんばんは、中田です。本日のメニュー、厚揚げとナスのカレー焼き、かぼちゃボール、ほうれん草の味噌汁。まず鍋に水とだしパックを入れて、味噌汁用のだしを取る。人参は短冊切りにする。白菜とほうれん草は食べやすい大きさにざく切りにする。だしが取れたら、だしパックを取り除き、先ほど切った野菜を入れて煮る。ほうれん草は鉄分や葉酸を多く含むので、妊婦さんにおすすめです。貧血予防や赤ちゃんの発育に必要な栄養素と言われています。味噌を溶いたら完成です。次はかぼちゃボール作り。耐熱ボウルに冷凍かぼちゃを入れてラップをする。600ワットの電子レンジで4分間加熱する。塩コショウを振り、熱いうちに滑らかになるまで潰す。手で触れるくらいの温かさになったら、一口サイズに丸めてパン粉をまぶしていく。しっかりとパン粉をつけた方が美味しく仕上がります。フライパンにオリーブオイルを敷き、中火にかける。かぼちゃに含まれる β カロテンはオリーブオイルと一緒に摂ることで吸収率がアップすると言われています。コロコロと転がすように色がつくまで焼いていく。お皿に盛り付けて完成です。最後に今日のメイン作り、ナスを輪切りにして、長ネギは斜め切りにする。厚揚げは食べやすい大きさに切る。ボウルに砂糖大さじ1/2、酒大さじ1、みりん大さじ1、醤油大さじ1、カレー粉大さじ1/2を入れて合わせ調味液を作る。フライパンにオリーブオイルを敷き、中火で厚揚げを焼いていく。この時、厚揚げの表面にさっと焼き色がつくまで炒める。長ネギとナスを入れてさらに炒めていく。野菜がしんなりしたら、調味液を入れて全体を絡めていく。お皿に盛り付けて完成です。厚揚げに含まれるタンパク量は豆腐の約5倍。かぼちゃの β カロテンは抗酸化作用があり、免疫力アップにもつながります。今日は特に女性や妊婦さんにおすすめしたい献立です。いただきます。うん、美味しい。だしもいいね。優しい味に変わったよね。うんうん、うめえ。かぼちゃ美味しい。冷凍かぼちゃ美味しい。すんごい食べやすい。うん、うまい。美味しい。これナスとろとろ、これ食欲のそそる味だね。めっちゃ美味しい。美味しいね。やっぱ厚揚げは食べ応えがあるね。うまっ。はい、ごちそうさまでした。ぜひ皆さんも試してみてください。それではまたねー。